決まりましたので、ただいまから第3回目の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議を開催したいと思います。本日は、新井先生と、ご欠席の連絡が新井先生、宍戸先生、清水先生、祖父江先生よりいただいております。また丹羽先生はちょっと少々遅れているようでございます。また大久保先生におかれましては急遽出席いただけることになりましたのでありがとうございます。事務的なご連絡ですけれども、今回よりインターネットによる動画配信中継を行っておりますので、ご承知を聞いただければというふうに思います。なお前回傍聴の方から机を用意してほしいと、メモ用の机を用意してほしいということをいただいたんですけれども、ちょっとスペースの関係とかでそこまではできませんでしたので、そこはご了解いただきたいと思います。それでは冒頭、浮島大臣政務官よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは、環境大臣政務官の浮島でございます。本日は本当にお忙しいところ、また夕方からの本当に皆様の貴重なお時間帯にもかかりませずお集まりいただき、心から感謝でいっぱいでございます。本当にありがとうございます。また先日21日から23日まで行われました環境省で行われました福島県立医科大と、あと OECD、NEA と共催いたしまして、放射線と甲状腺がんに関する国際ワークショップを開催させていただいたことでございますけれども、国内外の専門家の皆様を招聘させていただきましてご講演をいただきました。また本ワークショップを通じまして国内外の知識と経験を共有し、互いに科学的知見を深める良い機会になったと伺っているところでもございます。本日は第3回目ということで、前回に引き続きまして被爆線量の評価についてご議論をいただきたいと思っております。さらに原子力災害の事故の直後にいわき市、川俣市、川俣町、また飯舘村で実施されました小児甲状腺のスクリーニングの検査について、実際に現地で実施された専門家の京都大学の新山先生にも今日はお越しをいただきまして、実際にお話をしていただけるということで大変にありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。事故後の住民の被爆線量の調査の手法やその結果につきましてご議論をいただきまして、本専門会議として評価をいただくことを予定としております。報告はしたいと思いますが、今日は参考ということでさせていただきます。それではこれより議事に入りますけれども、その進行につきましては座長の中滝先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速第3回専門家会議の議事を開始いたしますが、先ほどお話がございました国際ワークショップにつきましては、この次に少しまとめてご報告するかもしれません。今日はここの配布資料ということでします。で、本日の最初の議題は、被爆線量の評価についてということでありますが、その最初に、どうもして、最初は、最初に第2回会議でのコメントへの回答ということで、前回の議題、ご質問いただきましたことについて、事務局としては最大限に資料を集めてまいりましたので、まずそちらの方から説明をさせていただきます。それからその後に引き続きまして、実際に現場で従事なさった新山先生に来ておいでいただいておりますので、引き続いてご説明をさせていただきます。じゃあよろしくお願いいたします。事務局から簡単に資料を説明させていただいて、すぐに新山先生にご説明していただきたいと思っておりますけれども、資料1の1ページにしまして3ページをご覧になっていただきたいと思います。こちらが小児甲状腺の被爆調査についてのバックグラウンド等について事務局の方で調べたものでございます。前回の会議の時にバックグラウンドの測定に対して高いバックグラウンドが高いところで測ったのではないかとか、あと衣服の上から測定したんだとすると衣服の汚染等があって、そういったものの恐れ、特にそれで過小評価になるのではないか、そういったご意見がございました。
そこで私のもとで事務局で調べたところでございますけれども、ごくごく詳細については新山先生からのご指摘がご説明の中であると思いますけれども、当時原子力安全委員会からバックグラウンドが 0.2 マイクロシーベルトパワーアワー以下の場所で行うことというご指摘がありました。で、実際に測っているところについても、空間線量のバックグラウンドとまた個々人のバックグラウンドを肩のところで測る、そういったことを行っていたということでございます。裏の4ページをご覧になっていただければと思うんですが、測定日測定場所それぞれの空間のバックグラウンドと個別のバックグラウンド表にしたものでございます。空間のバックグラウンドについてはちょっと事務局で探してもはっきりしたデータがないところもございましたが、そこは測定値未確認となってございます。またあとちょっと訂正でございますけれども、上のところの説明のところに 1000cpm で 0.4 ベクレルパー平方センチメートルとありますけれども、計算し直したところ4ベクレルパー平方センチメートルではないかというご指摘がございまして、おおよそでございますけれども4程度ということでさせていただきたいと思います。それではですね、その測定の詳細につきまして実際に関わられました新山先生、京都大学からお越しいただきましたのでお願いできればというふうに思います。はい、京都大学の新山です。よろしくお願いします。まず資料3というものが配布されていると思いますけれども、その、1ページの下側ですね、環境省の堀口さんの方から依頼があったものを列挙しましたけれども、検査前の全体の体表面の汚染検査についてどうだったかと、それからバックグラウンドの測定についてどのようなことをやっていたか、またその値はどうだったか、それから個々人の体表面のバックグラウンドの測定をしたかどうか、でそれが着衣かどうかと、でまた測定方法手順についての詳細と、それから測定誤差その精度についてコメントするようにということで発表させていただきます。で次のページに行きまして、2ページ目の上側ですね、私の知る限りその福島での小児の甲状腺被曝スクリーニング 3月中に行ったものはおそらくこの4回のはずで、まず3月24日ですね、この時は川俣町の山木屋地区というところと保健センターで行ったと私は聞いております。でここは私は直接は参加しておりませんでした。でこの測定は感度が非常に低くて、測定が非常に困難だったというふうに聞いております。でその後3月26日からの、測定について、私は参加したんですけども、まず3月26、27がいわき市の保健所での測定です。でここでの測定は主に、今原子力機構にいらっしゃる藤原守先生ということがやられておりまして、で私はそのごく一部ですね。でここのいわきでは私はほとんど全身スクリーニングをやっておりましたので、子どもの小児の甲状腺についてはほんの少ししかわからないというところがあります。で3月28から30までの川俣での測定については、私はだいぶ参加していまして、でこれについて今日詳しくお話しするということです。で30日にですね、飯舘村で測定もされてますけども、これについては広島大学の先生と弘前大学の先生方が行われておりまして、私は参加しておりませんので、これについてはコメントはちょっとしかねるということです。で2ページ目の下に行きますと、その3月31日 の, 山木屋地区ので採取した土壌の、ガンマ線スペクトルを見せているものでして、でこの測定は、藤原先生とか中山先生がやられたんですが、まだその31日の時点でもその土壌中には、ヨウ素が残っていると、ヨウ素の131というのが365ケブのところに、ピークが残っています。でそれに対してセシウムの134、137というのも、ピークが見えていて、ざっとですけども1対 0.5 対 0.5 ぐらいそれぐらいの、比率ではないかという予想ができます。で、次ですね、次が3ページ目ですけども、
その測定手順ですね、そのまず概要をご説明いたしますが、まずこの、航空写真がありますけども、ここに豊岡街道という通りがちょっと書いてあるものがありまして、でそこからですね、その生徒さんや幼稚園児の方々がいらっしゃって、でまず全身スクリーニング会場というところに行っていただきました。でここではガイガーカウンターを用いた全身サーベイを行っておりまして、左側の真ん中の写真はその中の絵ですけども、まあ、こういう、たくさんの人でガイガーを使って測定するということをしました。で、まあ、左下がそのこれ山際の写真ですけども、全身のスクリーニングを測定して、先ほどの 1000ppm ですか、それを下回るということを確認して、で同時にそのお名前とあと年齢をご確認してですね、甲状腺の測定対象の方はスクリーニング会場というところに移ってもらったと。でスクリーニング会場は別の建物になりまして、ここでは川俣町的ではないということ で我々はその現場では個人のバックグラウンドが 0.2 マイクロ以下、この程度であれば指示されたその喉からの 0.4 マイクロシーベルトパワーというのは確実に測れると判断しまして、個人の衣服がそのバックグラウンド以下であるということを川俣町では少なくとも解釈したはずです。で実際にはそれを全データで確認したいんですけども、ちょっとそこが公開されてないものがあるので、私の方ではできていません。でこれは現場での私の理解であります。でさらにですね、空間線量についてですけども、測定前日で、安定的に 0.1 マイクロシーベルトパーアワーでした。でこれはお子さんとか人が入ると一時的にまあ上がることもあるんですけども、おおむねその 0.1 以下で安定していたと。で、大体 0.07 から 0.08 ぐらいの値です。で、次ですね、2つ目の丸ですが、先ほども申し上げましたように、保健センターで全身サーベイを行い、線量が小さいということを確認してから、対象年齢者の方を甲状腺のサーベイ会場へ誘導したと。で、測定は着衣のまま行いました。で測定についてですけども、その被験者の鎖骨の間、喉ぼけの喉仏の下に測定器を30秒間当てて測定しました。でサーベイメーターの時定数は10秒だったので、まあ、十分に安定した値のはずです。で特に0歳児の方とかもいらっしゃって、でその方の場合はもう喉全体を当てるというような感じになっております。で安定していると言っても数値は変動することがありまして、で大体 0.01 から 0.02 ぐらいの読みはふらついたと私の記憶では覚えております。でその場合は、まあ、3回の読みの平均値を取ったと、ですね。でそれから、後でバックグラウンドの量をお見せしますけども、空間線量よりも個人の衣類からの線量の方が若干高く出ました。それでもまあ指示されていた 0.2 マイクロシーベルトパワーよりもまあ低い値だったということを確認しております。で、バックグラウンド線量としては被験者の衣服、この襟付きのものだったら襟のあたりですね。で襟のないものだったらまあこの、鎖骨のあたり、肩に近いところを測定して、でそこをバックグラウンドの線量として、甲状腺部位との差を、測定して、でその2つの差を実質の測定量として記録しています。でデータとしては甲状腺部位と個人の衣服についているバックグラウンド線量の2つで、それからその差分というものが残っているはずであります。で、このあと2つですね、衣類、コート類からのその線量が高い場合、 0.2 を、まあ、非常に超えてしまうような場合というのは、脱いでもらったはずであります。しかし私の記憶ではほとんどの事例ではそういうことをしなくてもそのバックグラウンドの線量は 0.2 マイクロ以下だったような記憶を持っております。でまた同時にですね、喉周囲 その体表面 のバックグラウンド高い場合はペットボトルの水あるいはウェットティッシュ等で落とすようにというふうに指示されていたんですけども、これについてもそこが特に、指示された値よりも高かったことはほとんどなかったと記憶しています。若干他の先生が洗ってらっしゃったかもしれませんが、私の切る限り大多数がということはそういうことはなかったと思います。で4ページ目の下ですけども、これで実際のバックグラウンドの分布について、
一部データ公開されておりますので、それについて説明いたしますけれども、右下のヒストグラムがその個人の衣服から取った線量の分布です。これは川俣町での229人分のデータが入っております。で、左のですね、空間線量 0.7 って書いてあるの、これ書き間違いでございまして申し訳ありません。 0.07 から 0.08 マイクロシーベルト、これが空間線量ですね。ごめんなさい、0が1個抜けております。すいません。0.07、それぐらい、 0.07 か 0.08 が空間線量で、でそれがその右のヒストグラムで青い、まあ、矢印で書いてるんですけども、大体これぐらいの範囲がまあ空間線量だと。でそれに対してまあ実際にその個人で測定したバックグラウンドというのは若干高いところに分布しております。でこれはその個人の衣服についたセシウムなどからのバックグラウンドだと思われます。でこれはその現場ではここを落として空間線量まで落とすということはしませんでした。でこれがそのスクリーニング基準のバックグラウンド 0.2 よりも低いということを確認して測定を行っています。でまたこのバックグラウンドの分布を見ますと、まあ、大体その、分布の幅ですね、それから大体 0.01 から 0.015 ぐらいのまあ分布の幅を持っているので、これぐらいがまあ測定精度の目安になるものだというふうに思います。はい、次が5ページ目ですね。で、5ページ目はその今測ったその個人の衣服のバックグラウンドと、それから、喉の、甲状腺部位のその線量の、プロットを見せておりまして、左側の絵が、横軸がその線量、個人の衣服の量ですね。で縦軸が、喉の部位の、線量でして、だいたいその正の相関を右上がりの線に乗っているような分布を持っていまして、まあ、その衣服からの線量と、それから喉の部位の線量というのを同時に測っていると。で、それをその引き算して、喉の部位のその、残りのですね、衣服からのバックグラウンドを引いたものっていうのが右側のヒストグラムになっておりまして、まあ、おおよそその0を中心に分布しております。で負の値が若干出るのは、これは測定の誤差が原因であります。でこれがその大体マイナス 0.02 ぐらいまでは伸びておりますので、これぐらいの範囲は測定誤差として生じるということが分かります。でそれに対して正の方のそのプラス 0.01、0.02 などという値は、負の値よりも高いカウント